Thank you.
やつ。
かに見事の一戦の玉は、うわあれしゅわたはなはな、あせけんなすくもてえ、しょのやらいのやけたのべからず、それによりねとおつめのかたすくにをさしね、甘くたらばやとどんじそうろう。たりたけはやすさだおのみこたりやりけぶがはいはいはい
感じらずも徳川の姿を見てやれば実に見てよかった。悲しみの意の漂う何だがために我が前においてなげきの舞をいたすのや。あんざか甘えて方にたまえよ。ありがとうに存じまする。ああ、これこれ婆さんよ。はいはい、婆さんもそこで聞いておる通りじゃ。殿様から落座のお許しが出たほどに心当たりそそのないようにあしゃっと座らっしゃれよ。すみません、お兄さん、この晩はもう心元にお話しをいただきます。任せなお、ほいとほいと。ああして、殿様、嘆き司祭を申し上げまする。ああ、この事実とまだは昔は随分達者のこと言いまして、村では長者とも呼ばれ幸せ者でござりましてな。今を去ること七度迫り、出雲の国は大干ばつに出会い、あの他もほがれこの他もほがれ、雨潤いが一滴もなく、飲み水さえもどうかというような悲惨な神様が続きましてな。弱い感じも、あくの時じじとばばは出物語に、多くある娘の子一人ぐらいは差し上げまするにと話してござりましてな。弱い感じも、心が翌日のこと言って、神かき氷、雷様が鳴らっしゃるやら、稲光がするやら、雨は篠を束ねて矢をいるごとく降りきたり、あの田も満水、この田も満水、雨は潤沢にして降りござりましてな。これはいかにもその時上徳川には実に幸いをいたな。はいはい、幸いを得たのも何神様のお助けがの神様にあらず、出雲の国、法器の国の三カ国の上界にまたがる千通山は鳥神ヶ岳に大きな滝がござりまして、なるわいかにも、あそこには頭が八つ、尾が八つ、目は鏡のごとくに照り輝き、背びれ尾びれもたなびかせた八層ヤマタノオロチが住まいいたして、なるわしたり、そのヤマタノオロチが何といたしたのや。はいはい、スサノオの御子様とやら、そのヤマタノオロチがのろりのろりとよかりこし、あろうことかあるまいことか、七年の間に七人の娘ヤマタノオロチががっぷりぐぐぐぐぐぐっと飲み取りましてな。そりゃ我らのとんじゃんの、あとに残りしくし稲田姫、この稲だけはどう片付けてやりたいのが親心、今日も今日とてあちらの神に願をかけ、またこちらの神にも願をかけ、こちらの当人様にも願をかけ、ささくにこの道すがら、さなごの見事様とやら、どうかいなだの助かるご手段はぶなりまするかい。あるわしたりやしなっちの見事の嘆きの子細を抜いて、いつに驚けげったの次第な。はい、なんじら上等馬には先に矢旅の求めやれしような。かの求めは神ヶ岳の者の地に男の国にとなり、はいはい、後に残りし男し稲田姫とやら、まさに飲まれんとすぐに伸ばすよしみしをこねな。はいはい、の求めばかりは助けてやりたいとの念願により、あちらこちらとさまようとのことでやるかや。さように存じまするぞな。あと持つ親の心がくそうあらして、あとに残りし男し稲田姫とやらは、今だもてもて健康でよるやいかに。はいはい、このじじとばばが家を出るまでは、あ無事息災でござりまするのや。無事息災とはなれば、そなたの娘、いや
や、まれでこねんかや。山田殿様までが、何の大恨みにてござりますか。大恨みにやらず、どの国やらず、足などちの身もとばるごろ、沈めてよくと受けたまわれよ。はい、はい。何じらずもとんがり、とりてはにぎきやなたのごろちかなれの、わっ。我が身で取れてはなんだ、つみもなきごろちが、つみもなきごろちまであやめるは、これは神の道に、もしもそなたの娘まれにくれるとあるなれは、おまれし姫は、ギレとはいえとも姉とはいな、その姉姉の敵の優位を含み、はかりごと落ちて、神方家のごろちは、やすぐとりや、姫の一命は、助けつかわさず、殿様、まことでござりまするかや。まさかみにつわりはなし。はいはい、殿様、早速差し上げたいのは山々なれど、こうして馬場を連れおりまするね、夫婦相談のほどが願わしゅう存ずるのや。夫婦談合は世の常とやら、早かりたまえや。ありがとうに存じまする。ああ、これこれ、ばあさんや。はい、はい。ばあさんの、殿様がの、おろちを提示て、うちの娘をくれとこうおっしゃっとんじゃが、ばあさんどがんしたらよかろうかの。じゃあ、おじいさん、このばんばんもここで聞きおりましたが、娘をくれとこうおっしゃいまするぞな。そうじゃのうや。おじいさん、このままにしておきゃ、おろちが来て伸びますと。そうじゃのう。じゃあ、娘を歩ましゃ、私の人たちが耐えてしまいます。そりゃそうじゃ。けれども、この度のことは、殿様に差し上げておきましゃ、また孫の顔が見えますじゃな。そうじゃの、おばあさん。おじいさん、ええ、御事の御の間に差し上げますということにしたら、いかがでこはじましょうかな。そりゃ、ばあさんもそう思うかや。ほんなら、今度のばあさんの方から、殿様んとけいの挨拶がたがたすることを申し出てくれんかや。しばすでお兄さん、今度はこのばんばがな。ああ、はい。よろしくお願いしましたぞ。これはこれは、もったいなき殿様、私でなずっと申すばばめにてこはります。なおはしたにそなたが手なずすようにいこうと。はい、はい、娘は御事の身のわしまに差し上げまするがほどに、恐れながらおろしたい汁を出たのをお聞かせくだされと存ずるぞな。どうしたりそなたの娘我にくれるとあるなれば、おろちたい汁はかりごとをもらしよが。はいはい。何じら上等馬は早速我が家へと立ち帰り、前編は気楽すや足盛りの酒発生の上場をいたするな。はいはい。まくしょなくせの片付けはそなたの娘もろとも、また膝元まで届けごくるような。はいはい。さすればそれがしははかりごと持ちて、かの勘がだけにかのた悪臭をまたいえ、おろち姫はまんとてかのた悪臭はのみくらい。はいはい。よて伏せのところを我姉君より対するこのとつかの、未見もまぬき放ち、はいはい、おろちずたずたにきれたいがぎえ、姫の一安らかならん所存にやりけるぞや。あの玉よきを出たってでございますぞや。あたくしゅらくせいの暁までは彼の人が舞台に向いて控えてもあだ、はいはい、まずその勘が品土地の御事待った手な土地の上等馬の者にはさらもの御事様には重ねてもみにかかりをさんぞや。話をしようやよ。ああ、おじさん、ずんぼうか。ずんぼうやけえのや。うん、
おいって、はいで、まあ、わしと年がなんぼ違ったかの。そら、200歳ぐらいですね。分かったがあるもんか、ばあさん。おう、へいでもばあさん。まあ、この度はええ話になったの。じゃあ、ええ、どのため巡り合いましたぞな。へいでも、ばあさん。へいでも、娘がいかんとも言うたら、弱るぞ。おじいさん。はあ、娘がいかんよ。感動もよ、このばあさんとじいさんでの、ここで勝手に決めてしもうたんじゃがの。あおじいさん、ほう、毎日いかんと言うたら、ほう、この晩は喜んで届かせていただきまするぞ。ほう、この晩はが喜んで届かせていただきまするぞ。ほう、何がこのバンバーが喜んで届かせていただきまするぞな。ばあさんが本当に聞こえんのだから、あっちはばあさんが行くいことか。はよいや、ほんなこの場所はどがんなる。おじいさん、養老院でも行っときゃ。おい、誰つけてんこと言うの。長年一緒に来て仲じゃがな。養老院やっぱ入れちゃおえるぞ、ばあさん。冗談で言うたんじゃ。そりゃ、おじいさん、ああ、おじいさん、娘がな、ああ、そりゃ行かせていただきますと言うわ。あ、そうかな、おや。おじいさんとこのバンバーの育てた娘じゃ。そうじゃな、タマちゃん。ええちゃん。だな、よしな、タマちゃん、ええちゃんの名前なんぞ。お前、ええわ、そんなことないけど。そこの話にする。それは知らんよ。ええでの、お母さん。ええでもの、結婚式ごとになりゃ悪い小銭がいるぞ。そりゃ、おじいさん、小銭じゃ、そのまーが。おう、ばあさん持っとんか。このバンバー、はあ、35億じゃ。おい、桁が違いませんか。35億じゃ言うて、ばあさん、そがんでそらまた芸能人使ってくれるならんじゃん。そがんなるばあが。なんかようわからんけど、流行語じゃ言うて言うてみたかっけじゃ。そういうことか。はあ、でもわしもこの名の通帳見たらの、はあ、おばあさんが言ってくれ、桁があった。3億9828円あったや。おじいさん、去年も同じ数字じゃなかった。そうじゃの、うん、どうしてなら。ありゃおじいさん、貯金代の番号じゃろ。ありゃ口座番号じゃったんか。ありゃこれ変わりゃせねえの。これは変わらんわのや。うん、でもばあさん、なんとのろさま悪い男目であったの。このわしとは男目だったの。飲まなかったよ。大きい鼻しとったの。鼻が大きかった。そりゃ北島三郎の手じゃがな。吸い込みがええらしい。ええかの。せいから大きい口しとったの。口が大きけりゃおじいさんもの食いのええ勝負。そうか。せいからまたの大きい耳をしとったの。耳が大きけりゃずんぼにはならんの。そうかや。でもの、ばあさん、結婚式ごとになりゃどこでやりゃ。帝国ホテルだろ。おい、それはもう稽古とになるぞ。まこさんとあの、なんじゃかな、婚礼があるかな。あれはなんやらちゃんじゃの、小室のけいちゃん。けいちゃんとの。あれが帝国ホテルでするように。でも、まあ、ちょっと先してみようよ。先や、下取りや。そりゃそうじゃ、負けちゃおれんぞ、宮様ね。でもな、ばあさん、まこと言うな、ここでせんか。かえどひれえし、それから人情があるほか。人情があるけど、このひなのうっこさんを全員招待しての、ひなの交流館、神楽でやりましょう。じゃあ、盛大にやろうぞよ。へで、まあ、玉木先生に泣こうと。そう、コードしてもらうての。コードに泣こうと。泣こうとの。盛大にしゃろうで、ばあさん。そうそうそう。はい、でもばあさん、これで僕この、あなたようとご縁系の、はよまあ、蹴っての、このことを娘に伝えてやらんかや。ああ、そうじゃのうや。ほんなら、帰ります。帰ろうや。立てるとしよう。ほんなら、ええちゃん帰ろうか。たまちゃん帰ろう。ばあさん、一緒残そうや。よっしゃ、そんなばあさん帰るかろうや。よっしゃ。まず行くぞ。ばあさん。ほりほり。ばあさん。おじさん、どうしたん。ばあさんを逃したんだ。おじさん、こうちゃん、暑いが、こりゃ。そして、暑いがの。おじさん、なんもげえろ。こりゃ、半分だったの。あ、まあ、まあ、ちょっとこれ立てられば、の、ばあさん。まあ、暑いじゃけえの、暑いにせろ。あ、じゃけえの。おい、おい、こう、立たらんかね。あ、ことになったもんだろうよ。お茶、立て
たるあの、なんやら言うな。そうや、どうや。ませんか。それ言ったら、どうや。まあ、一種残さんか。ばあさん、ちょっと残す前の、ちょっとさ、ここの腰元ではちょっとやっぱやれな。杖にならんけど、ちょっと号令かけてみんか、とりあえず。おじいさん、おじいさん得意なやつに。ちょっと号令かけてください。ちょっとばあさん、行くぞ。ばあさん、気をつけ。ええ、ばあさん、こだわりじゃなくて、ばあさん、一瞬のこと。はい、ばあ、立て、立てば、あゆめも、親心。そりゃあダイエット言いやせんがデュエット言うんじゃないか。そうかそうか、デュエット歌うてのほんなばあさんちょっとちょっとやってみ。ばあさん今日はソロで、ソロでやってみ。よっしゃ、ほんなら、はい、いきますぞ。よいしょ。おじいさんのリードでこのバンバは燃えた。よいしょ。聞く断層の悩ましさ。